夏は太陽がオレンジとかそういうイメージもあったのでオレンジも入れてみました。皆さんこんにちは、ブラックダイヤモンドのあおちゃんです。今日はサマーメイクをします。今までに使ったことのない色とかも使ってるので見てください。それではスタート。カラコンはいつも使っているトゥインクルアイズのスカイグレーを使っています。このカラコンは夏でも冬でも、冬だったらシベリアンハスキーっぽくていい感じになるし、夏だったらカラーメイクとかしたらすごく周りのカラーに負けないぐらい発色のいい元気なカラコンなのでとてもいいと思います。次、下地です。これはもう毎回もうしつこいぐらい使っているプリマビスタの皮脂崩れ防止下地です。でこれはもう夏も冬も関係なく、多分乾燥肌の人だったら冬は粉吹き防止下地に変えた方がいいと思うんですけど、夏はみんなこれ使った方がいいと思います。1円玉サイズぐらいで全然足りるので、めっちゃ伸びるので最初からいっぱい出しちゃうと余っちゃうと思います。ファンデがレブロンのカラーステイメイクアップの370番です。でこっちがインテグレートミネラルベースの化粧下地で色を薄めています。いつもだったら肌が黒い時はこれ1本で、肌がちょっと焼かなくなっちゃったんでちょっと白くなってきたらこれで色を調節します。コンシーラーがこれです。ケイトスティックコンシーラーナチュラルベージュです。これも本当にしつこいぐらい毎回出てくるんですけど、ニキビ跡を隠すのにすごくいいので、結構固めなので結構トントンしなきゃ薄まらないので、あんまりめんどくさいっていう人はスティックタイプじゃなくてリキッドタイプみたいのもあるのでそっちの方が楽かもしれないです。でもカバー力重視の人はスティックの方がいいと思います。これがハイライトなんですけど、キャンメイクカバー&ストレッチコンシーラー01っていう一番明るい色なんですけど、私物持ちいいんでいつも最後の辺にはこことかプリント消えちゃって分かりづらくて申し訳ないんですけど、これ一番明るい色です。でこれでニキビ隠しとかしちゃうとそこだけ結構白く目立っちゃうので私はハイライトとして使ってるんですけど、鼻筋と目の下のクマではないけどちょっと血色悪いところと、あと明るく高く見せたい場所にこういう風に塗っていくんですけど、一番手っ取り早いのが鼻筋、目の下をちょっと下向きに入れて、でここは猫のひげみたいにピッピってちょっと上向きに入れると伸ばした時に綺麗に逆三角にカバーされてすごくいいと思います。パウダーが AC ハイカバーマットパウダーヘルシースキンっていうパウダーなんですけど、下地とかは私あんまり変えなくていいやつをずっと使う派なのであんまり変わり映えしなくて申し訳ないんですけど、これもいつも使ってる優秀なマットになるパウダーなんですけど、色はちょっと暗めと明るめがあって私は暗めを使っています。あんまり重くなりすぎないので夏でも使えると思うし、ファンデの上からだとちょっと重いかなって思う人は下地の上に直接これでも全然綺麗に仕上がります。次は眉毛を描いていくんですけど、ケイトデザイニングアイブロウライトブラウンっていう色です。この2色をカチャカチャってやって混ぜて使うんですけど、この辺薄くなりがちなのでちょっと最初重点的にやってからこっちに引く感じで、でこの眉毛の下の方はこっちの濃い色多めの方が影っぽく見えて綺麗に仕上がると思います。パウダーが終わったら次はリキッドのアイブロウライナーで描いていくんですけど、これが K パレットラスティングツーウェイアイブロウリキッドってやつで、こっちに粉が入っててこっちが筆状のアイブロウライナーになってるんですけど、私はさっきこっちをさっきの粉で埋めたのでここは使わずにこっちで描いていきます。ですごい細くなってるので描きやすいです。でこれで塗りつぶしちゃうとめっちゃ描きましたって感じの眉毛になっちゃうんで、足りない部分だけ毛を一本一本足していくような感じで描いていってください。でこことかは貼りましたみたいなのり眉になりやすいので、こっちの始まりはあんまり描かずに縁だけ描くような感じで眉尻を綺麗に足していく感じでいいと思います。キスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウっていうアイブロウマスカラで眉毛を染めていきます。眉毛を脱色してる人はしてもしなくても大丈夫だと思うんですけど、私は眉毛を脱色していないので真っ黒になっちゃうので上から色を重ねてさっきの描いたやつとなじませられるようにしていきます。ビューラーがコージーアイラッシュなんでしょうね、73って書いてありますお店に行けば多分すぐ分かると思います。2つこうなってるやつとこうなってるちょっとカーブの広さの違いのやつが2つあって、私広い方使ってるんですけど、彫りが深い方はこういうやつでこう綺麗にいくと思うんですけど、私のっぺり顔なのでちょっとできるだけ平らめなやつを使ってます。でこれでまつげを上げてからつけまつげをつけないとこうなっちゃうんで、まつげを綺麗に上げます次はアイライナーでまつげの間を埋めていきます。 K パレットリアルラスティングアイライナーのブラウンです。いつも通りここに1回上に縁を描いてからこうやってやるとここの粘膜に近い部分が見えやすいの でこうやって上に上げてからまつげの間を埋めていく感じで塗っていきます。でその時に一緒にほくろも描いていきます。
マスカラがメイベリンマグナムボリュームウォータープルーフブラック1ですね。でこれもずっと使ってるんですけど、夏こそこいつです。プール行ったり汗かいたりして落ちやすいので、夏こそこいつを使ってください。これは全然本当に落ちなくてスーパーいい商品なので、でつけまつげをつける前に、これもなじませるためなんですけど、これを塗ってつけまつげとなじむようにマスカラをしていきます。次はつけまつげをつけていくんですけど、今回初のブラウンつけまつげです。茶色いタイプです。アイメイジング×ジッパーあもちゃんのコラボのやつですね。タイプ A って書いてあります。私髪の毛が明るくてブロンドっぽい感じなんですけど、本当のブロンドの人ってまつげも茶色い方が多いので、今日は日焼けしてる自然な外国人のような、なんだろう、人魚のような自然になるようにまつげも茶色くしました。すごく馴染みが良くて、これ初めて使ったんですけど、すごくおすすめです。イエーイ。次は二重を作っていきます。でいつも私はここのファンデーションとかが乗ってしまっているので、これだけだと取れやすくなっているので、のりを塗ってからアイテープを貼るようにしてるんですけど、あんまり粘着力の強すぎるものだと剥がすときに痛くなっちゃうので、このぐらいのアイトークぐらいの粘着力がちょうどいいので、いつもこれを使っています。で貼りたい部分にアイトークを一回塗ってから、そしたらなんとなく貼る部分が透明に見えるので貼りやすいの でその上にアイテープを貼っていきます。引っ張りながら貼らないと私奥二重なので、その線を消しながらテープを貼らないと二重にならないので、ちょっと仕上がりが汚くなっちゃう時もあるんですけど、必ず引っ張りながら貼るようにしています。オープニングの時にも話した初めて使う色というのがこちらのターコイズっぽい緑っぽい青なんですけど、夏にはすごくぴったりな色だなと思って今回挑戦してみたんですけど、発色がすごく良くて、キャンメイクアイニュアンスっていうやつ35番なんですけど、安くてめちゃくちゃいいので、夏メイクしたい方はぜひ買ってください。カラーメイクの時って夏しか使わないから高いもの買っちゃうと、あーあんまり使わなかったなーってなると思うんですけど、これだったら安いので多分600円とか800円ぐらいだったと思うので買ってみてください。次が 3CE ワンカラーシャドウっていう韓国製のものなんですけど、タンジェリーステインっていう色です。すごい優しいオレンジなんですけど、すんごく発色よくて、これアイシャドウなんですけど、チークにもよく使っていてすごく可愛い色です。で全部青系の色でまとめてしまうとちょっとクールになりすぎるかなと思ったので、夏は太陽がオレンジとかそういうイメージもあったのでオレンジも入れてみました。で塗り方は最近私よくやってるんですけど、下だけを塗るんじゃなくて下から上にこうつなげるっていうやり方だとすごく綺麗自然な猫目ができるので、そうやっています。なんかアイラインの引き方とか質問にあったと思うんですけど、シャドウを塗った後にこう上につなげると自然に猫目作りやすいので、ぜひ試してみてください。次が涙袋っていうか、この目頭に近い部分をやっていくんですけど、さっきも登場しましたキャンメイクアイニュアンスの今度は黄色を使います。黄色はただ単に私が好きなので使っただけです。ここ暗い色にしちゃうとちょっとクマっぽくなっちゃうので、いつも明るい色を下はできるだけ使うようにしてるので、ここは黄色を入れました。次は目頭とアイラインを引いていきます。これいつも使ってるやつと変わらないんですけど、アリスコラボなんでなんか水色になってますね。 K パレットリアルラスティングアイライナーのブラックです。なんかスーパーブラックなのかな、普通の黒ともっと黒い黒があるんですけど、一番黒い黒を使ってます。いつも引いてる目頭を引くんですけど、これ結構質問多いんですけど、一回ピッて引いた後に薄目を開けてもうちょっと伸ばして、ちゃんと開けた時につけまうと全部ちゃんと黒がつながるように描けば自然に描けます。こっちからこう描いていくといつまでも伸びて結構やっこさんみたいになっちゃうねちゃんと最後の終着地点からこっちに行くようにした方がいいと思います。こっちからやると永遠伸びていっちゃうので、はい、やりすぎ注意です。マスカラがさっき登場しましたメイベリンのザ・マグナムの黒ですね。これがさっき言った通り、これは全然落ちないので上より下まつげを塗る時の方がおすすめなんですけど、ここがすごくにじんで黒くなっちゃったりとか、あと下向く仕事とかネイルやってもらってる時とかすごく下向いてるんで、ここがつきやすくなると思うんですよ。なのでどんな職種の方でも、どんなシチュエーションでもこれは使ってもらえると思います。ノーズシャドウがダイヤモンドノーズメイクアップのドーリーノーズです。でこれも毎回使ってるやつなんですけど、ちょっと最近変えようかなと思ってて、ノーズシャドウもうちょっと薄くしたいので、これもなんかいいのありますか。ちょっと薄めのでもちょっと明るめ、オレンジっぽい明るめの色のノーズシャドウを探してて、でもこれもやっぱ長年使ってるだけ優秀の子なのですごくいいんですけど、で塗り方としてはまた私こういう顔めっちゃ出てくるんですけど、こうやった時にここが三角っぽく影になるので、そこを最初にこう薄く塗ってからこっちにつなげてっていう感じでやります。筆に粉を取ってからすぐにのせちゃうとここ真っ黒になるので、一回ふって粉を飛ばしてからこう塗った方が自然にできます。
チークを塗っていくんですけど、これはさっき下のアイシャドウとして登場した 3CE1 カラーシャドウのタンジェリンステインという色です。さっきもあのチークにも使いますって言ってたんですけど、今日は早速チークとしても使います。で、日焼けっぽく夏っぽさを出したかったので、鼻ももう一緒にこう塗っちゃって、横一直線に塗っちゃう感じでいいと思います。この辺にそばかすっぽい何かが欲しかったので、 CANDO という100円ショップで買ったジュエリーストーンクリアタイプをつけていきます。で、貼り方は全然自分の好きな個数で好きな位置でいいと思うんですけど、そばかすっぽく見えるように配置を考えていきます。いつもはリップは DHC のものを使っているんですけど、今日はマットタイプのリップを使いたかったので、もう少し保湿力の高いワセリンというリップを使いました。で、これはスティックタイプもあるんですけど、私はなぜかこっちを買ったので筆に取って塗っています。それではリップを塗っていきます。これは 3CE リキッドリップカラーの LUZ という品番になってるんですけど、色で例えると私オレンジ味がかったピンクが結構好きで、これもちょっとオレンジの混ざったような色になっています。で、これはすごくマットな仕上がりになっているので、直で塗ってしまうと熱くなると割れてきたり剥がれてきたりしやすいので、筆に取って塗っています。最後はシェーディングをしていきます。これもおなじみなんですけど、キャンメイクシェーディングパウダーの01っていう色です。これも2種類あって、一番暗い色を使っています。目の前で見た時にどこに入れたかっていうのが分かっちゃうと、プリクラとか撮った時にそこだけ真っ黒に見えてしまうので、こうやった時に影になる部分、顎の下とかもみあげに近い部分、もみあげを描くと顔が小さくなるっていうのは結構有名な話なので、もみあげの延長線上の部分に入れていくと自然な影が作れると思います。今日の髪の毛は巻き髪に編み込みをして、その中に1本リボンを混ぜて編み込みをしました。で、25mm のコテで巻いたんですけど、時間を短縮するために200度で巻いたんですけど、じーっと待つ時間をあんまり作らないように、3秒以内ぐらいでささささってなるようにちょっと早めに巻きました。で、抜くときにすぐ抜くんじゃなくて、コテを回しながらこういう感じでやると、ワカメっていう巻き方なんですけど、あんまり取れづらくて、ほぐした時にすごいちょっとクセっ気っぽくっていうか、ふわふわに仕上がるのですごくいいです。やり方も簡単なので試してみてください。編み込みなんですけど、これやり方の説明が難しくて、編み込みできますか？できる人だったら多分すぐ通じると思うんですけど、一番上を持って3つに分けたら、髪の毛に混ぜて1本リボンを入れて、でそのまま普通に編み込みしていくだけです。で、最後は全部下までやっていくと、ここだけ束っぽくなっちゃうので、下の巻いてる部分が残るぐらいで一回縛って、その上にリボンの余った部分でリボン結びをして、ここを隠していきます。皆さん、サマーメイクどうでしたか？今日は青いシャドウを使ってみたり、ラインストーンを使ってみたり、いつもよりちょっと違う仕上がりになったと思います。夏のおしゃれを存分に楽しめるキラキラでカラフルなメイクになったと思うので、ぜひ試してみてください。他にも動画をたくさん出していますので、そちらもチェックしてみてください。バイバーイ。